はい、どうも、ストックさんの岩野です。今回もね、爆速エンジニアの板橋さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい。今回はですね、私の方から疑問に思ってることをぶつけたいなと思ってまして、はい、売上とかも利益ランキング、弊社で言うと毎月発表してるわけですけども、うん、板橋さん上位じゃないですか。とはいえ、チーム作ると言いますか、一人でやるって感じのスタイルですよね。僕はチームは一切組んでないですね。潔いっすね。そう思うに至った背景だったりとか、理由っていうのをお伝えできると、それにマッチするようなお客様からお問い合わせっていただけるんじゃないかなと思ってて、その辺と裏側知りたいなと思ってます、はい。矢野さん、僕認定パートナー降格したじゃないですか。せやな。どうやったら認定パートナー戻りますかね。うちにな、法人対応の品質の基準をまとめたような品質ガイドラインっていうやつがあるから、それ全部守れるようになったら戻したるわ。え、マジですか。え、どこから読めるんですか。この動画の概要欄に載っとるわ。今すぐダウンロード。ストックさんに参画したのが2018年で、はい、まずチームは一切組まずにずっと自分でやっていて、株元からこれだとスケールできないから、スケールするにはチームを組んで、お前は PM の方に行ってっていう感じのことがあって、僕もあ、そうだなと思ってチームを2020年ぐらいから組み始めたんですよね。その結果分かったことなんですけど、チームを組めば組むほどシステムの品質が反比例して下がっていくんですよね。僕の PM 力が不足してるっていうのもあるかもしれないんですけど、でも一般論として開発に携わる人数が増えれば増えるほど、コミュニケーションコストだったりとか、開発時の機能連携だったりっていうところで齟齬が発生して、システムの品質は低下する傾向があるというふうなことを気づきまして、チーム組んでこれまで炎上した案件が2つちょっとあって、僕自分だけでやった案件で炎上したものってないんですよ。もう僕はそこからチームは組まないっていう方針に2022年ぐらいから転換をして、そこから自分で商談から開発まで全部してるといったような形でしてます。なるほどなるほど。一部板橋さんからもあったように、どうやったら適材適所でチームを組めて、この人はそもそも板橋と相性がいいのかみたいなのを選定しないといけないんで、その辺のことをがっつり総称して PM 力というふうに言うんであれば、そこの研鑽自体は PM 力の向上っていう意味で言っても課題はあったかもしれないですよね。ありましたね。当然それに関してはもう素人なわけなんで、 そうですね、その前提でさらに板橋さんがめっちゃ早いっていう、プログラミング大好きで超絶オタクなんで、そのレベルまで合わせるってなるとシンプルに難しいんじゃないかなっていうところが相まって、板橋さんからするとチームを組むこと自体がストレスフルに思えちゃうっていう、そう、それもありますよね。そういう人多そうですけどね、はい。僕なりになんでチーム組んで品質が低下したのかっていうちょっと分析はして、何点かとあってですね、まず1点目は、チーム組む場合って別に正社員じゃなくてフリーランスのエンジニアでチームを組んでいく場合がほとんどかなというふうに考えていて、フリーランスのエンジニアで優秀な人ってめちゃくちゃ少ないんですよ。あ、そうですね。優秀な人ってみんな大企業に正社員として入ってる場合が多くて、本当に優秀な方を見つけるっていうのがすごく難航したと、みたいな感じですね。その結果チーム内に優秀でないエンジニアが2人とか存在してるという感じになると全体が崩れてしまうと、そのところが原因で納品が遅延したりだったりとか、障害とかバグが発生するみたいなのがパターン発生したといったような形ですね。例えて言うんだったらリレーみたいなもんですよね。この機能が終わったら、じゃあ次この機能を開発する B さんみたいな、はい、B さんがめっちゃ走んの遅かったらどうすんねんみたいな、そうでも C さんがカバー入るみたいな、カバー入れるところだったらいいんですけどね、はいはい、いろんなラインが発生するみたいな、ね、そうなんですよ。もう一点はこれも想定外な点が、即レスとか進捗報告がしっかり行えるエンジニアってめちゃくちゃ少ないんですよ。確かに少なそう。マーケターですら俺ずっと言ってるからね。あ、そうだそうだ。さらにエンジニアさんってなったらね、僕も言うて制作ですけど、たくさんのエンジニアさんと絡んできましたけど、はい、おっしゃる通りだと思います。そうですよね。納期の前日にあと3日ですとか、早めに言えよみたいな、はい、あとは本当に簡単な問い合わせをした場合に、この人からの返信がないと全体の開発が進みませんみたいな場合に、その返信に1日費やすだったりとか、2日費やすみたいな場合も発生をして、即レスも意外とできないんですよ、そこで結構ストレスが溜まりましたかね。確かに板橋さんは社内随一の即レス社ですからね。そうですね。即レス男、基本1分ぐらいで返信全部するんで、そこの基本的なソフトスキルですね、そこが欠如してる方が意外と結構います。ストレスですよね、これはね。開発の品質下がりやすいっていう話と同じか、もしくはそれ以上に多分板橋さんのストレスなんだと思います。そうです。そのせいで急激に髪の毛の量が減ってでそれで僕が、あ、ストレスに溜まってるんだ自分みたいな感じで出ちゃった来ましたね、はい、でもう一点あって、それがソースコードの書き方ってエン
ジニアによって多種多様で、ソースコードの規約を事前に定めたとしても、うん、到底定めきれないんですよ。例えば書き方をある程度統一したとしても、アルゴリズムの書き方とか、うん、そういうところでばらつきが生じるし、うん、コーディング規約ってあれ別に全然完璧なものでもなくって、うん、あれを定めてもいろんなところでどうしても書き方に違いが生じてしまって、うん、機能を2つ結合しましょうって言った場合に、相手がどうやって書いたのかっていうのをちゃんと実際に読み込んで、そこで結合していくっていう感じなので、うん、相手の書き方の理解っていうのがそこにかなりコストがかかってしまうなっていうところで、なおかつソースコードがそれぞれ書いた部分がバラバラってなると、そこも品質に影響してしまって、うん、誰かが例えばローンチしてから、うん、いわゆる保守運用フェーズに入ってチームは一旦解散で、うん、誰かがその担当をするといったような場合に、その人が別の人が書いたところを保守していくと、うん、でちょっとここを修正した場合に予期せぬところに副作用が発生してしまって、うんうん、バグがね発生して障害っていう場合も結構あって、うん、そういった場合でチーム開発した場合、ローンチ後の修正だったり補修がすごいやっぱ大変だなっていう感じはしてますね。開発とまではいかない、ホームページ一つとってもね、うん、このページをこういう風に改善してくださいっていうのを、 A さん B さん C さんみたいな方に全然別の、じゃあ DEF みたいな感じでね改善してもらったら、次に全然違う特定の人にこの人に任せるってなった時、このページとこのページとこのページ全然書き方違うんですけど、すよ、ね、どうすんのみたいな。そうなんですよ、そうなんですよ。また整えなあかんやんって逆戻りするみたいなね。ホームページでよくあるのが CSS ですね、うん、の書き方がエンジニアによって全然異なっていて、それで1個修正してちゃうとこに影響出る、1個修正したらもう1つのところが変な風になんか、そこかいみたいなね。本当これは難しいんですよね、うん。じゃあ僕も板橋さん寄りになっちゃうと議論進まないと思うんで、逆にそれをちゃんとチームメンバーをしっかり抱えて、同じチームメンバーで意思疎通っていうのを完璧にできるから、うちのチームは強いんですっていうふうにおっしゃる業者さんだったりとか、チームっていうのも一方でいるかもしれないですよね。確かに、うん、それに関しては長い時間そこは育てていっていいチームを作っていくと、うんうん、いった場合で成功したらそれはすごい強いのかなという感じです。だからそれが象徴されるのが結局大企業の強みなのかもしれないですよね。あですよね、確かに。なんちゃら製作所とか、うん、そういうのとかは歴戦の、確かにレギュレーションとかがっちり固めてあって、コメントアウトの書き方とかも全部書いてあるみたいな感じですよね。でもそこいてたから分かると思いました、逆に、はい、コーディングの規約はもうガチガチでしたね。めっちゃ大変そうっすよ、ね、大変でした、本当に。そこにいたから分かるんかもしんないですよね、キャリアから紐解くと。そうですね、こんなにちゃんとできんのか、うん、お前らとっていうことですね、はい。でなおかつそうやってチームを組んだ場合に、どうしても品質を担保するためには、うんうんうん、設計書の作成にめちゃくちゃ時間を費やさないとっていうところがあって、そこに何ヶ月も費やして全体の納期がずれるみたいなのが発生してしまうと、それって本末転倒っていうふうにちょっと感じちゃうんですよね。なるほど、なるほど。例えば金融機関が使うようなシステムだと、バグ起こったらやばいじゃないですか、はい、てかそういう領域だったじゃないですか。領域でした僕は、はい、それはさすがにチームでガチッとやらないといけないよね、はい、それはしょうがないです、賛成ですよね、極論。でも一方で SMB と言われる、イメージしやすいもので言うと中小企業、はい、うん、がいわゆるアジャイルで、とにかくスピードを優先して新規事業のための開発をしたいってなった時って、端的に言うと予算規模ですよね、はい、その予算規模が一定制約を受ける中で、設計とかに半額とか使われたら発注者からしてもよく分かんないし、しかも時間もかかるし、どっちを取るかっていう話ですよね。スピードとクオリティを取るが板橋さんの決断ですよね。俺がやった方が早いみたいな。そうです、そうです。でスピードとクオリティをちょっと落としても代替性と言いますか、うんうん、何かあった時に堅牢性を入れる代わりにちょっとスピードと品質が落ちるみたいな、うん、でも堅牢性を入れるっつったってたかが知れてるじゃんっていうのが板橋さんが言いたいことっすよね、うん、大規模な大企業は絶対ミスできないやつは堅牢性がむしろ優先度でいうとめっちゃ高いから、だからそこに対してコストも削しみたいな、そういう三段構造なのかなっていうふうに聞いてて思ったっていう感じ、ね、その通り、うん、通りです。ってなるとめっちゃそこ同意っすね、うん、確かにフリーランスでなんか職能がマッチするやつをいっぱい適当にチームで作ったからといって、うん、それがうまくワークするかどうかは PM 力だったりとか、その人たちがチームとしてどんだけ稼働してきたかっていう歴だったりとかにどうしても依存しちゃうから、はい、それを信じすぎる、なんかみんな集まったらできるんでしょっていう風に発注するのは危険だよっていう、そういうことですね、感じですね。大規模すぎないシステムだったら、うんうん、チームで開発するとコスパが良くないっていうのもあって、例えばエンジニアを倍にしたからといって納期が半分になるっていうことではないっていうのがあって、確かに確かに、なおかつ開発金額も若干増えるんで、うん、中規模小規模のシステムだとコスパ的に合わないのかなっていう気もしてます。
それで言うと一個だけ板橋さんが言われたら一番困るだろうなっていう質問があって、うん、板橋さんが何かしら例えば病気とかで3ヶ月ぐらい動けないってなった時にどうするのっていうのは、うん、どうしてるんですか。それに関してはまだ年齢的に35なんで大きな病気をする可能性ってのは結構低い。健康診断してるんですか。もしてます。もう必ず1年に1回すごいはしててちゃんと検査もしてるし、だから病気をする可能性ってのはかなり低いと、うん、っていうふうには考えてるんですけど、一方で万が一何かが発生してしまうっていう可能性は当然あるんで、そういう場合に関してはストックさんにそこは巻き取ってもらって、うん、ストックさんの別の優秀なエンジニアに引き継ぐといった感じにするしかないのかなと、うんうんうん、考えてます。そこで出していただけてめっちゃ嬉しいですけどね、はい、ある種そういう保険みたいな作用っていうのは持っているつもりだったんですよ。ストックさんという組織が経営者がなんで集まるのかってそこにもつながるのかなとは思っていて、うん、はい、それで言うと一個だけお願いがあって、相口さんとか結構仲良くしてると思うんですけど、 その辺のコミュニケーションとかはもうちょっと熱くしていただいてもいいんじゃないかなと思いました、うん、なるほど。それが結局お客さんの安心につながるような気がしたんで、加藤さんだったりとか新しく矢島さんって人も入ったりしてるんで、うん、ぜひそこは何かあったら頼むねっていう、はい、言えるようなそこのコミュニケーションに関して言うと結構エンジニア会をしてて、相口さんとか加藤さんとか誘って一緒に、そうなんすね、はい、行ってますね。知らんかった、さすがっすね。って言ってまだね開催したの1回かかりません。でもここに関してはそれを定期化していくみたいな感じですね。めっちゃいいっすね。そんな感じで今回のは若干抽象度高いような内容だったかもしれないんですけど、うん、具体で考えた時にじゃあスピードを取るのかってなった時に、基本的に中小企業のオーナー社長とかっていうのを想定すると、うん、いやスピードでしょっていうふうに言うと思うんですよ、はい、ってなった時に板橋さんの顔を思い出していただけるとすごくいいんじゃないかなと思いました、うん、はい、それが結局ケースバイケースで、あそこその優先度なんだったとしたらチーム組みますみたいなことは当然できるわけじゃないですか、うん、そうですね。そこのデメリットだったりとかも今回お伝えできたとは思うので何を優先するかっていうのが重要なのなって気づきました。必ずしも自分で全部開発するみたいなのが絶対にいいっていうことではなくて、それはケースバイケースでいい場合が結構あるよっていう。そうですね、はい、でかつ手前味噌っすけどストックさんっていう組織で板橋さんもし何かあったら助け合おうっていうことは、そうですね、そういうカバーするような機能は持っているつもりですので、はい、いやなんかいいっすね、いいっすねエンジニア会してたっていうのがめっちゃ嬉しくて、というわけで爆速開発の板橋さんにご相談いただける方は、はい、概要欄のお問い合わせフォームから板橋名でお問い合わせいただければなと思います。本日は、はい、ありがとうございました。